ネピリム、やはりあなただったの。これ全部あなたの仕業なの。どういうこと？フェブやあなたは一体何を伝えようと。フェブはあなたを待っているわ。もう時間がないの。待ってる？あの夢の場所で。シオン、あなたは行かなければならない。そしてそこで重要な決断をすることになる。それが彼女たちと、そしてあなたのため。それはあなたの過去と未来にとってとても大切なこと。私の決断？過去と未来ってどういうこと？道はすでに開かれたわ。彼女の願いを叶えてあげて。道？ミルチアなのね。ミルチアにフェブの妹たちがいるのね。シオ、急いで。彼が再び目覚める前に、フェブの、彼女の妹たちを。主任、いるんですか？ああ、主任、今時間ありますよね。もしよかったら。ごめん、ちょっと出かけなきゃならないから、用があるなら後にして。え、そんな慌てて一体どこに行くんですか？旧ミルチア。そうですか、ロマンチックな場所ですね。ってミルチア？ちょっと主任、気は確かですか？外の状況分かってます？限界令が出てるんですよ。戦争が始まるんですよ。第一移動手段はどうするんですか？この非常事態に UMN 管理局が転移を許可するわけないですよ。大丈夫、心当たりがあるわ。この初稿にケビン先輩がコスモスと同時期に開発していた空中機があるの。あれを使えば UMN を介さずにハイパースペース航行が可能だわ。ああ確かに。って何言ってるんですか？あれはベクターでも AA ランクの機密じゃないですか。そんな簡単に。私は行くわ、もう決めたの。お願いだから邪魔しないで。ああもう、まったく、どうして僕はこんな無茶な人のことを。ちょっと待ってくださいよ主任。